それじゃ朝飯朝飯っと。時間があれば一汗流せるか。Thank you.
んじゃま本格的にやっておくか。ございます先輩、今朝はもう済んでしまいましたか？ね、朝食の支度なら済んでる。あとは食器の支度と魚に火を通すだけ。あ、それならお手伝いします。食器の支度は任せてください。皿は真ん中のやつ使ってくれ。その方がうまく見えるから。この表面がブツブツのですか？そう、それ。焼き物は皿にも気を配らないと手抜かりになるからな。で、大根はもう吸ってあるから。さくら、ちょっと待った。はい、何ですか先輩。その手首のあざ、なんだ？またシンジか。あいつ
妹に手を挙げるなんて何考えてやがる。違います、先輩。あの、その、これは転んでぶつけちゃったんです。ほら、私鈍いでしょ。だからよく転んで怪我ばっかりしてるんです。バカ、転んだぐらいでそんな朝がつくか。信じたやつ、どうやらまだ殴られ足りないみたいだな。ダメです先輩、これ本当に兄さんは関係ないんです。私が一人で怪我をしただけなんですから、先輩に怒ってもらう資格なんてありません。さくらがそう言うんならそういうことにしておく。どうしてそこでさくらが謝るんだ。悪いのはシンジだろう。
兄さんとはその仲直りしてくれましたか？え、もうしたよ。別に初めから喧嘩なんてしてないから仲直りも何もないけどな。先輩にとってはそうでしょうけど、兄さんにとっては喧嘩をしたことになるんです。だからその気をつけてください。